よです。今回は、最新話123話までの内容、ルビー復活についてです。マジで内容がヤバすぎた。本編に入る前にですが、まだアニメや原作を読んでいない方はネタバレになりますのでブラウザーバックをおすすめします。それでは早速本編をどうぞ。まず、なぜルビーが闇落ちをしてしまったかについておさらいをしていきます。ルビーがアイドルを続ける理由は、2つありました。それは愛のようなアイドルになることと、アイドルになって先生に見つけてもらうことが目的でした。しかし、憧れの愛が殺害され、また大好きだった先生ですら、何者かによって殺されてしまい、ルビーは大好きな2人を見つけ出し、復讐するため闇落ちしてしまいました。また謎の少女から愛と天宮五郎を殺した人物は、同じだと教えられたためでもあります。闇落ちしたルビーが初めに訪ねた人は、いちごプロダクションの元社長である、斉藤いちごでした。彼は、愛を伝説のアイドルまで育て上げた人物でもあるため、芸能界で上り詰めるためのノウハウをいちごから教わりました。そしてルビーが売れるきっかけとなったのが、バラエティ番組、深掘ワンちゃんです。コスプレ企画でディレクターのセクハラがきっかけで番組が炎上し、ルビーが持ち込んだ企画で、見事騒動を丸く収め、ディレクターやスタッフに恩を売り、ルビーは芸能関係者の人脈を広げていきます。また、この炎上商法は全てルビーの計算によって仕組まれたものでした。それにいち早く気がついたのは、アクアでした。アクアはルビーの暴走を止めるために声をかけましたが、それに対してルビーは、子供がいることを隠してアイドルをやっていたままも嘘つきだった。綺麗にまっすぐ売れるなんてこの世界では無理と、昔のルビーでは考えられない発言をしました。復讐のために手段を選ばないルビー。かなり素質があるのかもしれませんね。アイドルとして順調に売れ始めたルビーは、裁ききれない量の仕事がルビーに襲いかかります。学校、野外ライブ、出演番組の打ち合わせ、収録、学校の勉強、バラエティ番組の収録3本、新曲の振り入れ、YouTube 企画会議、個人レッスンなど、この膨大な仕事を終えて、就寝するのは深夜3時でした。このスケジュールが毎日続くルビーには、過酷であり体を壊す寸前でした。しかし、ルビーは愛はこのスケジュールでも何でもない顔をしてこなしていた。大丈夫、私にもできるはずなんだと。自分自身を鼓舞してなんとか壊れることなく、気持ちを繋いでいました。人気芸能人はめちゃくちゃ大変そうですよね。話を戻しますが、15年の嘘で愛役に抜擢されたルビーですが、カブラギからルビーには演技の実力が足りていないと宮古さんを通じて言われてしまいます。ルビー自身も自分の演技力は、有馬かなや黒川茜などの化け物級の役者と比べて、実力のなさを自覚していました。そこで演技の勉強のため有馬かなの仕事現場にルビーがついていき、有馬かなの演技から何か得られるものがないかと模索します。しかし役者として生きてきた有馬かなの演技を見て、改めて演技力の凄さを体感したルビーは、さらに自信をなくしてしまいます。そしてルビーのことを心配した有馬かなから演技のアドバイスをもらいます。それは自分自身を理解すること、自分の中にあるものが何なのか正しく理解すること、感情を膨らませたり抑えたりすることで、自分の中でルールと感情のラインができると、アドバイスをもらいます。有馬かなからのアドバイスを受け入れたルビーは、自分はどのような人間なのかを自問自答し始めました。有馬かなによってルビーは、自分はどのような人間であったのかを振り返ります。ルビーにとっての自分、それは、天童寺紗理奈でもあります。そしてルビーは、心の奥底にある現実を思い出しました。紗理奈の母、天童寺麻里奈は、娘である紗理奈のことを愛していなかったこと。紗理奈は、母親が実の子供を愛していないことが信じられなく、その現実に目を背けていました。そして紗理奈の母親でもある麻里奈は、紗理奈の病気で苦しむ姿を見たくなかったため、仕事へ熱中することで現実逃避。そんな状況をうすうすと感じていた紗理奈でしたが、それでも母親は紗理奈のことを愛していると思い待ち続けていました。しかし、どれだけ待っても母親は訪れず、紗理奈の最後の日ですら顔を合わすことがありませんでした。そしてルビーになった姿でもう一度母親に会いたく実家に訪れましたが、非常に残酷な結果でした。母親の麻里奈は、子供二人を産み幸せそうに暮らしていたのです。その結果ルビーは、自分と関わる人間すべての人が不幸になると考えてしまい、自暴自棄になってしまいました。自暴自棄になったルビーに声をかけたのはアクアでした。またアクアは声をかける瞬間にサリナからもらった、愛無限高級永遠推しのキーホルダーを見たことで、ルビーの前世がサリナであることを確証しました。アクアはルビーに声をかけますが、ルビーは愛の過去をばらした嘘つきな兄を信用しておらず、聞く耳を持ちませんでした。そこでアクアは、ルビーに対して星のアクアの頼みではなく、天宮五郎の願いとして復讐はしないでほしいと伝え、ルビーはアクアがサリナちゃんと発言したことで、アクアが誰の前世であるかを気がつくことができました。
そしてルビーは、アクアが天宮五郎と分かり、胸の内を明かしました。その胸の内は、愛斗先生の無念を晴らすためにたくさんの嘘をつき続けたことでした。しかしルビーにとってその嘘は罪悪感が重く、だんだんと自分と思い描いていたアイドル像とかけ離れた方向に進んでしまったと語りました。胸の内を明かしたルビーに対してアクアは、お前はお前の人生を生きろと声をかけ、今まで思い悩んでいたルビーに対して優しい声をかけてフォロー。こうして優しい声をかけられたルビーは、復讐心がなくなり黒の星の目が消え、いつものルビーへ戻りました。そして完全復活を遂げたルビーは前世に天宮五郎と約束した。16歳になったら結婚してくれるというヒロイン争奪戦が繰り広げられる激アツ展開で終了しました。今回の123話ではあの謎の少女が登場しました。アクアが天宮五郎であったことでルビーの復讐心が解かれ、15年の嘘の映画は計画通りに作られると予言されています。しかし謎の少女はこれを機にルビーはさらに高く羽ばたくかもしれない。でもそれは悪手だよと告げます。また謎の少女はこのルビー完全復活について明確な失敗と発言しています。この失敗とは何なのか？気になりますよね。私の考察になるのですが、ルビーがこれからさらに売れていくことで世間の人気が広がっていきます。人気が上がるにつれて何が起こるのか。それは、彼が本格的に動くでしょう。その人物は、神木ヒカルです。彼は才能のある人物を狙っています。仮に彼が星の愛を殺害した真犯人と仮定すると、今をときめく天下の大女優を狙って犯行に及んでいると考えられます。星の愛が殺害されたタイミングは、女優やアイドルとしても大ヒットしており、人気絶好調のドーム公演当日に殺害されました。そして、片寄せ由良も同じです。彼女と神木ひかるがバーで飲んでいるとき今をときめく天下の大女優と片寄せ由良に対して発言し、結果として彼女を殺害しています。神木ひかるの犯行に及ぶ人物は、才能に溢れ誰からも愛され価値のある人物です。つまり15年の嘘が大ヒットすることで、主演のルビーに多くの注目が溢れ返ると思います。また、15年の嘘は愛のための作品であり、アクアがバーター記事として愛の子供だということを公表し、アクアとルビーは愛の子供だと世間に知られています。さらにルビーが愛の子供であることを記者会見で母が立てなかったドーム公演を叶えることと発言し、SNS で多くのファンがルビーにつきました。15年の嘘が大ヒットすると、ルビーがアイドルだけではなく女優としても人気を博します。もうお分かりでしょうか？ルビーは、今をときめく天下の大女優となり、知らぬエフリルを超える価値のある人物となります。つまり神木ひかるの次のターゲットとなるのは、ルビーになる可能性が高いです。このことを危惧して謎の少女は、悪手と発言したのではないかと思います。この考察が正しければ、アクアは同じ過ちを繰り返してしまうと考えられます。それだったらやばいですよね。今回は以上になります。ルビーが完全復活してよかった。しかし、謎の少女の悪手の意味、一体どんな意味なんでしょうね？皆さんの考察を教えてください。それでは最後に私のモチベーションが上がるので、チャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。